久保さんおはようございます。えっ、ー、と、吉牛ですか。吉牛吉牛ね。昔ハンバーガーが69円の時あったような気がするんですよ。ハンバーガー69円とかにしましょうか。70円か69円か。ただ、ハンバーガー69円だったかな大。僕が大学生の時なんですよ。ハンバーガー、ハンバーガー。 で、僕ね、ハンバーガーを3つ買う。それの69円のハンバーガーをなんか3つ買ってましたね。69円あ、59円だ。2021年ハン。マクドナルド最安値59円。59円。そう。ハンバーガー59円ですよ。すごないですかそう。<laughs> クソ安いですよね。懐かしい。これで。 これで僕はしのいでましたね。59円、70、そう59。すごないですか ?59 円ですよ。ね。あの、大学生の時これ食べてました。3つ買って、59円。<laughs> だから60円じゃないですか。サーブ68。3つ買って200円以下なんですよね。ありがたいですね。まあ、今思うと。 今思うと59円のハンバーガーって大丈夫って思いますけどね。<laughs> 大丈夫か肉とかね。まあ大学の時はそんな気にしてないですしね。今59円のハンバーガーあったら絶対買わないですね。今は。あなた買いますか ?59 円のハンバーガー。多分まあ、マクドナルドが出したらまあ買うかもしんないですよ。だけど、無名。 どうすかブランドナイクで50円のハンバーガーを売られたら買います無名ですよ。マックとかじゃないですよ。多分怖い、怖くないですか ?59 円のハンバーガー。な200あ、でもな、200弁当とか、200円弁当とか売れるしな。どうなんですかね。僕200円弁当も怖いですね。うん。ちょっと怖いですね。200円でどうやってつく、なんか考えちゃいますよね。 そもそもこれどうやって作るそれだったらただ、ただで配ってる弁当の方がまだいいんじゃないかなみたいな。なんか考察しちゃいますよね。これでどうやって利益取ってんのみたいな。これ食材、人件費いくらみたいなね。<laughs> ビジネス運になっちゃったんで、まあその、ね、利益のこと考えますよね。逆に。こっちが消費者なんだけど利益のこと考えるみたいなね。まあでも、僕はビジネスやってよかったなと思うのが、その違う側面で見れるようになったってことですよね。 今までは消費者の視点でしか見れなかったけども、生産者の視点でも見れるようになったっていう、これがね、めちゃめちゃ大きな気づきというか、発見というかね、新しいものの見方ができるようになったなと思いますね。これは本当良かったなと思います。多くの人は多分、生産者の視点で物事見ないですよね。うん、いってらっしゃい。